ポリスチレンとは、原油、ナフサを原料に合成されるスチレンをモノマーとする、ポリマーである、プラスチック樹脂である。略号は PS で、樹脂識別コードは6である。スチロール樹脂とも呼ばれる。ポリスチレンは1935年に初めて工業化され、70年以上の歴史がある。現在、世界中で約1200万トンのポリスチレンが使われている。ポリエチレン。 ポリプロピレン、ポリエンカビニルと並び、5大汎用樹脂の一つに挙げられている。ポリスチレンは、大きく分けると、透明性が高く、硬いという特徴の汎用ポリスチレンと、ゴム成分を加えて、衝撃性を改良した乳白色の、対衝撃性ポリスチレンの2種類がある。一般的に用いられているポリスチレンは、加酸化ベンゾイルをイニシエーターとして、スチレンを、 ラジカル重合して得られるアタクチック構造を持つプラスチックであり、希少性のポリマーである。アタクチックポリスチレンは熱化素性樹脂で安価であり、容易に射出成形できることから日用品やプラモデルの素材として広く用いられている。比較的高質の無色透明あるいは白色のプラスチックで、染色性、塗装性や接着性、切削等の加工性も良好。 プラモデルでは、弾力性や、大麻耗性などの強度面から、ABS 樹脂など多素材を組み合わせたキットが、増えているが、これら一種素材は、塗装や加工におのの難点があり、注意を要する。欠点として、男性に乏しく曲げや衝撃に弱く、傷もつきやすい。また、経年とともに、黄変や曇りを生じ、実用品としてはやや耐久性が劣る。 またポリスチレンに発泡剤を用いて成形する発泡スチロールは食品の断熱容器のほか、近年は建築用断熱剤としても広く用いられている熱可素性を利用してプラ板として学校の工作やキーホルダーなどの工芸品の製作に使用されることもあるが異年性でインカ果内視高温を加えると有機溶剤、石油系の強い周期と黒煙を発するため オーブンレンジ等で加熱する際には温度を上げすぎないように注意する。また、メタロセン触媒による重合では、シンジオタクチック構造を持つポリスチレンを合成することができる。これによって生成するポリスチレンは結晶性の高分子であり、不透明であるが、アタクチックポリスチレンよりも耐熱性に優れている。テルペン油、エゴマ油、シソ油など一部の食用油、リモネン、 エンジン、シンナーなどに溶ける。また、アルコールと長期間接すると味を変質させることがある。ありがとうございます。